ドエス刑事シリーズは、七尾よふみによる日本の推理小説のシリーズである。殺人現場で、死体に燃えるばかりのやる気ゼロな美人刑事、黒井マヤが、数々の現場で暴れ、事件を引っかき回す。2015年、ドエス刑事のタイトルで、テレビドラマ化された。著者の初のシリーズ作品。これまでの作品はすべて文庫本だったが、初めてハードカバーでの発売となった。 一作目のドエス刑事風が吹けば、桶屋が儲かる、殺人事件は本屋対象2012の35位にランクインし、発行部数は10万部を超え、二作目のドエス刑事種に交われば、赤くなる、殺人事件も4万部を超えるベストセラーとなっている。2020年11月時点で、シリーズ累計発行部数は60万部を突破している。表紙のイラストは、 若松香織が手掛けているが、著者の七尾はそのイラストを見て、もしこのシリーズが映画化されるなら、黒井真矢は栗山千明、大観山は堺正人のイメージと話し、ド M 刑事の浜田は浜田だけ。実はそれを意識して名前を付けました。と明かしている。2015年9月、JT が運営するウェブサイト、ちょっと一服広場で浜田学を主人公とした、 スピンオフ作品、哀愁のドエム刑事が公開された。ドエス刑事のタイトルで2015年4月11日から6月20日まで、毎週土曜日21時から21時54分に、日本テレビ系の土曜ドラマ枠で放送された。主演は、食べみかこ。キャッチコピーは、僕のバギィはちょうどエス。食べは、役作りのため、監督曰く、映画、 レオンのイメージで前髪パッツンのボブスタイルに髪型を変え、映画、スター・ウォーズのダース・ベーダーのイメージで黒のパーカーに黒のコートを合わせるファッションに挑戦している。詳細な人物設定は、原作の登場人物を参照。本校では、ドラマ独自の人物設定を記載する。川崎青空警察処刑事一家、強行犯捜査係その他ゲスト第1話第2話第3話、 第4話、第5話、第6話、第7話、第8話、第9話、第10話、最終、話しドエスー事に関するカテゴリー。ありがとうございます。